なぜトレーナーになったのですか？子供たちが運動好き嫌い関係なく、生涯健康でいてもらうためにも体を動かしてもらうことを、やってほしいと思って、なりました。お客様が求める結果に対してどのような思いでサポートしていますか？結果をたどる道はいろいろあると思いますので、それを子どもたちが少しでもめげないように、めげた時にはもう、少しでもそばにいながら励ましながら、そこにたどり着くようにやっています。どのようなコーチングをしていますか？はい、基本的には寄り添って、楽しみながらなんですが、乗り越えてもらえなければいけないところに関してはもう厳しく、しっかりと、やってもらうようにしています。パーソナルトレーニングで大切にしていることは何ですか？より個々の見極めを、早くっていうところと、より一段階上、よりほんの1ミリでも1センチでも少しでも少し、上に、上がってもらえるってことを考えながらです。どんなお客様のご相談が多いですか？僕は子供が多いので子供ご相談っていう形で、軽い障害がある子であったりとか、運動嫌いな子、さらに、競技で伸ばしたい子、いろいろ相談は、受けるんですけれども、基本的には悩まずにまず、こちらに持ってきていただいて、その中で話していくことが、重要かと思います。なかなか難しい、問題が多いとは思います。軽いのもあるとは思いますが、まずは子どものことに関してはこちらに、伝えていただいて、話すのが一番お互い楽になるというか、はい、子どもも、親御さんも楽になると思いますので、一概には言えませんが、お待ちしております。ご相談お待ちします。